起きです。はい、はい、そう、意外と早起きなと思ったんです。はい、うわおめでとういただきました、ありがとうございます。しえ、なんかうん、今年からの預けもありがとうございます。優しいですね、今日はそう、私にとってちょっと大切な日なんですけど、優しい、本当に、もうなんか1年前これから11月21日おめでとうって言ってくださいって言ったんですけど、まさか今日はね、ツイートを見たら、ハッシュタグマチャで見たら、はっ、まさか何粒あずきがおめでとうって言ってくれて、はっ、覚えてくれたんだと思って嬉しい。そう、まさか覚えてくれるなんて、もう1年前のことなので絶対忘れるだろうと思ったんですけど、何粒あずき、そう、覚えてるよって優しい、うれぴよ、うん、はい、泣いて泣いてた？忘れるわけないでしょありがとうございます。もうそうですね優しい、本当に、うん、いい1年だった、うん、いい1年だったまあ去年は寂しかった、正直は、なんていうかな、うん、去年は、うん、すごく、まあ、大切な日、うん、私にとっては記念日なんですけど、でも一緒にお祝いできる人がいないから寂しいなと思って、だから自己満足なんですけど、あずきに、そうですね、あのおめでとうと言っていただきたいそう、でもこの1年はね、本当にもっとたくさんの方と出会って、うん、充実もしたまあ去年よりね、うん、だからそう優しい、あずき泣くなんて、あずき本当に泣き虫なんですけど、でも本当に今年はたくさんの方に出会いました。握手会もなんか部数増えてるし、なんか本当に聞いてくれる方本当にめっちゃ増えました、ありがとうございます、皆様かけてブスー
母数合ってる？うん。これからもっと増えるぞって、うん。そう。でもまあやっぱりやり残してることもまだあるんですけど、うん、まあ今年残り1ヶ月、ちょっと頑張ります声がちょっと小さくなったんけど、うん、残り1ヶ月半、経ってない1ヶ月なんですけど、1ヶ月はそうですね、わからない、夢まだまだ夢あるんですけど、今年まだやりたいことあるんですけど、はい、そうですね、やっぱり本当に自分はね、もともと、まあ前も言ったんですけど、在宅ファンなんですよ、 AKB のまあ台湾に住んでたのでなかなか日本に来れないしね、だからずっと在宅ですよ。だからいつも番組を見て、音楽番組を見て、 AKB のライブのなんか公演見に来たことはないんです。そう、本当日本に来てから、なんか AKB に加入してから見たんですけど、で、そう、在宅はい、在宅ファンでした。で、いつも音楽番組で AKB を見て好きだから自分も音楽番組に出たいなと思います。今も本当に。で、今年は、まあ、愛出演させていただいたことある、もちろんあるんですけど、でもまだ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 ですね、うん、音楽番組は好きです、本当に。なんか、なんていうかな、他の AKB じゃないファンの方の前でも AKB の歌を歌えるのはなんかすごいなと思う。ごめんね、なんかちょっと明日はちょっと大事な仕事だから、あの暖房つけてるから、なんか携帯がちょっと揺れてるじゃないっつ時になってるけど、ごめんね、明日はちょっと本当にちょっと大事な仕事があるから、はい、すみません、なんかちょっと気になったごめんね、大丈夫かな、大丈夫よね、はいはい、ちょっと揺れてるけど申し訳ない、はい、話続きましょう話続きましょう、うん、今日そうですね、ね、残りごめんね、話が突然、残り1ヶ月か、うん、でもまだまだ、うん、そう、まだまだ叶ってない夢きつかなかった、私結構気づいてるけど、やり残したいしてることまだあるんですけど、めっちゃ揺れてちょっと大丈夫かな、今年以内叶えるかな、
メラの揺れ具合が面白い。ごめんね。どうしよう。よいしょ、風の。本当に今日初めて今年の冬になってるか、秋になってから初めて、なんか今日朝5時50分起きちゃって寒い、もう無理で、そう暖房つけて、で暖房つけてもなんか寒い、もっとなんか寒くなったから、ちゃんと見たら暖房じゃなくて真ん中あれを押しちゃって、間違っちゃった、真ん中は暖房と思った、寒い。ごちでもうちょっと暖房つけてもなんか反応でしてくれないし、そうずっと、そうですね、何回もつけてやっとちゃんと暖かい風が来れて、はい、来れました。はい、今全然なんか、はい、なんかなんでなんか話が申し訳ないんですけど、ちょっと待って、どうすればいいの？なんかもっと上行く方が、なんかめっちゃ揺れてるから、風向かな。でも風向は左右だけ、あ、上。これかな、一番上。あ、よかった、揺れてない。けど寒くなった。はい。すいません。笑いの神、え、止まった？あ、止まった。あ、よかった。止まった。そっちが、うん、よかった。はい、すいません、さっきはちょっと真剣な話してたんですけど、やっぱ揺れるからちょっと気になっちゃって、うん、そう明日はちょっと本当に大事な仕事だから、はいはい、ちょっと頑張らなければいけないから、そうだから今日はちょっと贅沢して暖房つける。うん、はい、さっきの話続きましょう。だから今年はまだまだ、でも本当に今年は選抜に入るのは本当に思わなかったんですよ。まあこれは本当にずっと前からの夢なんですけど、でも本当に入れるって本当に思わなかったので、もうね、でもやっぱり、うん、選抜も選んでいただいたし、自分の選択曲もいただきましたし、うん、選挙もランクインできて、うん、去年の私に言ったら、この話ね、うん、言ったら去年の1年前の私は絶対、あ、やった、来年はすごいとか思うはずなんですけど、でも今なんかまだまだ足りないなと思うんですけど、なんか本当に、なんか、うーん、まだ悔しいことがいっぱいあって、まだ自分がまだ全然できていないこともあるし、もっと頑張ったらもっと上に行けるなと思い
ました。目標、そうですね。目標はどんどん増えた。欲張り？ちょっと、になったんかな。でもまだ本当にまだまだ本当に。あつき優しい、あつきや、かわいい、かわいすぎ、どうしよう、かわいい、やばい、笑っちゃった。そう、でも目標は多いけど、まあいろいろ心配してるね、自分は。本当にずっとやりたいんですけど、自分のアイドル人生でどこまでいけるか、なんか本当に、まあ年齢的にはね、もうすぐ17プラス5なので、ね、でも本当にずっと痛いんですよ。もう入った時もおばあさんだから、もう今日のレッスンの時もきついだ、え、もしかしてここにいるメンバーの中で私は一番年上と思ったんです。多分今日一緒にレッスンしたメンバー、結構人数は結構多かったんですけど、私は一番年上かも。そう、気づいたらちょっと、ええと思ったんですよ。はい。一番先輩ではないんですけど、一番年上かも。今日のレッスンの途中、突然え、と思った。あと20年頑張って、20年だったらもう、本当に25回目の17、もうきつい、もう踊れないよ。20年後はもう AKB にいないだろうじゃなくてはずなんですけど。20年ですよ。いけるっしょ。優しい。ね、でも本当に、ね、今まで一番最、ね、今まで AKB の記録は28歳くらいじゃないですか。ですよね。メンバーは、そう、28歳、今もうすぐ、そう、6年、でも28歳いけますかね、私。ね、あ、大人いけ、あれ、違うんですけど、いける。でも残ったっていうか、まだ卒業とかまだ全然したくないけど、でも考えちゃうね、もしいつか何年か後 AKB にいなかったら、もう本当に後悔したくない、自分の。なんかアイドルだけ、まあもちろん卒業してもまだ日本の芸能界にいたいんですけど、でもアイドルだけ、 AKB だけできることいっぱいやりたいなと思う。怖
後悔したくない。卒業したら泣く。あ、でもこの涙はまだ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 はい、全然まだまだ、安心してください。今は本当に全くしたくない、逆にずっといたいと思う。かわいい。うん、本当に本当に安心してくださいね、本当に。まあ本当にずーっと前からずーっと大好きな AKB に入ったね、まだまだ3年目で、そんなに早くね、まだまだ全然やりたいの、全然やりたいんですよ。そう、まだまだペイペイなのにまだまだやりたい。はい、そう、 AKB ファン5年かな、5年くらい AKB のファンでいて、で入ってまだ3年。まだまだ。うん。3年だとペイくらいかな。もうペイペイ、もう、あ、私もうペイペイじゃなくてペイですかってこと？もう一個ペイがもうなくなったってこと？確かに3年だったらペイペイじゃん。でもまだまだだからペイですよね。3年だとペイ。の月はペ。かわいい、もう本当に雑魚じゃない、マシャルは雑魚じゃない、マシャルは雑魚じゃない。じゃないんです。優しい、本当に小豆めっちゃかわいいんですけど、どうしよう。雑魚じゃないよ。もう本当に優しい。でもね、本当にまだまだね、48グループの中の、本当にまだ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 ですねよ。うん、伸びしろがある。情熱は誰にも負けてない。ありがとうございます。本当にでも本当にありがたいんです、この日本に来れるのは。情熱がありがとうございます。だって前もなんか何回もいたんですけどね、前、まあ、中学生の時もう AKB に入りたいと思ったんですけど、でもね、入れないんです、オーディション応募できないので。
この AKB に入る夢はもう絶対心ちゃんとしてますけど、この夢は絶対、うん、夢のままで終わるはずと思った今叶ってる？まあそうですね、もう前向き前向き前向きしなきゃちょっとさっき一瞬ネガティブになっちゃったはい、そうですね、今ここにいるうん、でもね、なんか覚えてることを、覚えてる、あの日本に来る時の飛行機でちょっと日記書いたんですけど、あの時書いたことを覚えてる。これはもう夢じゃない、現実になるんだって書いた早いな、もうすぐ3年で。なんていうかな、日本ドリームかなこの言葉あるのジャパンドリームなんでジャパンドリームどっち、ジャパンニーズドリーム、なんでジャパンニーズなの、騙されないでください、あないけど、え、日本のだからだよ、ああそういうことが、はあ、ジャパニーズドリームそんなは言わないか、了解です、ありがとうございます。そう、ずっと憧れてたので、本当に現実になるんだと、そう、もう本当に、え、もう3年か、日記書いてないと、あ、ないな、ちょっそのあ、なんかお姉ちゃんがある手紙書いてくれて、これは飛行機の中で読んでねって、で飛行機の中で読んでちょっと泣いちゃったもうやだこの話はこの話は、まあ日本に来る時もちょっと心、もうもちろんちょっと心細いですね、本当に。でもお姉ちゃんの手紙ので書いたこと覚えてる覚えてるもうはい、なん、はいいやいや、今日のメイクめっちゃ適当なんですけど、でもまあなんていうかな、お披露目してから
まあ、注目をたくさんの方に注目していただいたんですけど、でもやっぱり一人だからなんかそういろいろやったことないこととかめっちゃ書かれて、もうあの時メンタルもまだ強くないけど、ネットで自分の名前検索したらめっちゃ変なこと出ちゃって、これ私はやったことないのに、これは私じゃないのにと思ったんですけど、なんかでも説明できないんじゃないですか。うん、めっちゃなんか攻撃というかめっちゃ悪口でたらめというか、なんか本当にいろいろ、まあ自分はこれからどうすればいいかと思って、もうなんか、うん、周りの人でなんか私本人の話よりネットの方を信じた人が多かったので、もうどっちが現実か、どっちがなんか偽物が、なんか本当に自分もすごく辛かったんですけど、お姉ちゃんがなんかずっとおばちゃんのこと見てたから、そう、うん、はい、だから自分を信じて日本で頑張ってねみたいな話書いてくれました。はい。まあやだーやだわー、これは本当に嫌ですけど、なんで私突然この話したの、なんか20分前まだクーラーの話したのに。うん、もうちょっとはね。やばい。うん、お姉ちゃんのせいだ、そうだよね、お姉ちゃんのせいだよね。うん、なんかあの時本当に自分の知り合いと家族しか、なんか本当にどれくらいの人は私のことを信じてくれるかってすごく悩んでて、本当にネットを見て本当になんかショック、なんかこれは私じゃないのにとか、いや本当に聞いたことないことも書かれて、うん、はい、ショック、心の準備はまだできてないかな、今もたまにネットでえ何それと思ったんですけど、でも今はなんかいやみんなこれ書いてる人絶対私のこと知らないのにと思うんですけど、最初の方はみんなも本当に弱くて泣きながら見てたんですよ、見たら辛いけど見たい、でも見たらまた泣いちゃう、もう無理と思ったんけどまた見ちゃう。はい、そう今は強くなった。そうルンフですよ、最初の方はだって知りたいも知りたいけど見たら、気づかれて、気づいそうまた泣いちゃうけど、うん、もう今はそうですね、心は本当に強くなったから今は笑い話になっちゃうなるんですけど、怖いけど知りたい、そう傷ついて、ありがとうございます、
そう、でもまだ覚えてるよ。あの時何書かれたのは。まだ覚えてる。やばいですよね、私。でも、まあ、信じてくれる人は信じてくれるかな。信じない、ネットの方が信じてる人は、まあ、私は、まあ、信じてくださいよって言っても信じてくれないから もう諦めるんじゃないんですけど、私のことを信じてくれる人を大事にします。まあ私は、まあ悪いことしたことないから、だから申し訳ないとかの気持ちがないから、その気持ちで進みたいと思います。 なんで今日はなんで突然この話したのか。もうでもこの3年間は本当に心は本当に強くなりました。 心ありがとうって。マジャに悪いことしてるイメージないわ、かわいい。まあ悪い、まあダンスが悪い。おさも悪い。顔も申し訳ない。顔 申し訳ない。けど、まあ知ってることね、やったこと。悪いことしてないから。犯罪とか、いろいろいっちゃダメみたいなこともしてないから。信じてくれる人。信じてくれない人、まあ私何言っても信じてくれないから、けど信じてくれる人のことを本当にもっともっと大事にする。 ごめんね、こんなにそんなにの使い方間違った。こんなに可愛いの。 もう笑っちゃった。とう、ちょっと申し訳ない。ありがとうございます。うわっ、おめでとう、ツードー、大好きだよ、告白じゃなくて約束です。もうありがとう、ジョイ。ツードー信じる、ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとう。うわー、感動。 ありがとうございます。 告白じゃないですね、ありがとうございます。じゃあ今日だけですね。はい、そう、告白禁止なんですけど、さっき名前読んで言っちゃった。 いや、今日は告白を、まあ、じゃあ今日だけね。 今日だけですよ、ちょっと今日だけですよ。でも読まない、読むだけ、読むだけ、読むだけ。 自分で言ったら恥ずかしい。はい、オッケー、いただきましたって。40分、今日は1時間配信しようかな。 明日本当に、ちょっと私はちょっと早く起きたいから。 明日は本当にちょっと早く起きたいから、ごめんね。せーのって。 恥ずかしい。
懐かしい、ありがとうございます。撮影ですか、明日は撮影じゃないんですけど、撮影よりもう、もっと大事な仕事、本当にもう、はい、やばい、ちょっと緊張、今日はちょっと緊張しすぎて寝れないかもしれない、明日の仕事。ちょっとこれは後日言います。もうエアコンをつけるほどの大仕事、まあそうですね、そうですね、うん、ちゃんと寝て、はい、ね、でも寝ます、寝ます、絶対寝ます、はい。もうまた話はエアコンになっちゃった。そう、まあね、来月はお披露目3周年なんていうかな、そう、来月1ヶ月後もう経ってないが、1ヶ月も経ってない、そう、来月の15日はお披露目だそうですよ、もう、本当に、うん、そう、3周年、4年目になるんだ、お披露目してから。そう、さっき言ったあの、そうですね、なんかめっちゃ悪口される時お披露目終わったらめっちゃめっちゃ、はい、うんでも本当に今は心は本当に強くなったからね、悪いことしてないから、別にじゃないんですけど、別にじゃないんですけど、でも、うん、申し訳ないとか気持ちないからうん、堂々として、別にじゃないうん、別にじゃないですけど、石の上、別にこれいいんだよ、いや別にじゃないですが、まだ傷つくけど、なんかそう、なん、はい、そうなんですよ、だけど強くなった、まあ石の上、3年目の浮気、日本のことわざ3年目の浮気、え、どういうこと、3年目の浮気、え、石本さんね、ガンマン、え、ことわざ、何のことわざ、3年目の浮気、え、浮気、今 AKB に入って3年目なんですけど、浮気え、どういうこと、意味違う、え、そんなこと覚えないでいいよ、おーおーおー、ほうほうほう、はい、あ、歌のタイトルが、あ、そういうことが、3年目の、あ、今知った、なんか知らなかった、いい曲を今度聴いてみる浮気はダメ、大丈夫です、浮気してないからみんなのこと大好きだから、本当に浮気してないよはい、
昭和の歌？へえ。あ、言い訳の歌、言い訳の歌なの？え、浮気してるで言い訳してる歌なの？え、何の歌？どんな歌？その通り、ほう、今度聞いてみよう聞いてみるわ、うん言い訳の歌、言い訳の歌か、今度聞いてみる。ありがとうございます。教えてくれて。3年か。3年ってあっという間っていうか、長い、短いか逆にわからない。でも3年はね、まあ中学生3年間、高校生3年間。そう、3年ってでも AKB に入ってまだ3年経ってないですけど、もうすぐ、もうすぐ3年なんです。3年ってそん早いなと思った。でもね、3年早いと思う。でもまあこの話したら後のツイッターで多分いっぱい昔の写真、そうですね、出ちゃうと思うんですけど、はあ、まあ3年前の自撮りっていうか写真を見たらもうこれは自分じゃないと思うくらい顔が違ううん、本当にそう。毎回はね、お披露目とかの話したら、あずきたちはね、いっぱいなんかツイートしたんよ。いつもお会いしないんだよおい皆さん、ちょっと本当に昔の写真見たくないんですよ。ちょっともう本当に感心してるから、みんなのツイッターは本当にかん、なんかみんなのツイッターなんかハッシュタグバチャリ見てるから、もう毎回配信でなんかお披露目の時の話したらいつも画像出てくる。もう本当に見たくないよ。ちょっとしないでよ、本当に。フリーじゃないんですけど、本当に前の本当に写真見たくないから、もうね、しないで。フリーじゃないんです、本当に前の画像なんか検索しないで。もうでも3年間で自分は、あ、自分の顔本当に変わってるなと思ったんですよ。そう、まあまだでも、まあ可愛いんではないんですけど、3年前の自分よりはね恥ずかしいなんですけど、本当に前の写真もう見たくないなんで変わる。なんかメイクが変わった。これはうん、メイク変わったけどなんか違うね。なんかメイク変わったけど、でもこれはメイクだけの問題じゃないと思う。うん、そう、なんかそう、ちょっと前のあのアイカブのイベント行った時、アイカブの写真見たら本当に日本に来て初めての撮影で撮った写真ですよ、アイカブの。あの写真見たらもう2年半以上前の自分の写真まだ使ってるって、あれは本当に自分とは思わないんです。もう、え、2年半3年って人間そんなに変わるなと思ったそんなにじゃなくて、こんなにまた癖出ちゃった。こんなに
変わるね。こんなに変わって人は変わるけど、自分は本当にすっごく変わったんと思うんですよ。すっごくメンバー全員あるあるまあ特に子供のメンバーかな。うん、もう私あの時もう子供じゃないのに、でもね、AKB に入った時は当時のマネージャーさんが言ったんです。あの芸能人になったら誰でも綺麗になる、誰も綺麗になるって、はあ、なんか見られてる仕事、見られてるだっていうかなそう、普段ステージとかそう自然に、でも自分はまあ綺麗になったか、でもまあ前の写真見たら違うなと思うんですよ。もう昨日のビンゴも1年前のザ・ W の時の映像あったんじゃないですか。もう辛い、見たくない1年前の自分は日本語ももっともっと下手くそだし、もう見たくない、本当にマジでなんか辛かった。もうあのスタジオの時、収録の時一回見てもうやばいと思って、昨日のビンゴも見て、あ本当に見たくないな、まあ、なんでそんなにダサいのと思ったんです。はい、で、はい、でもそん変わりましたね、私は1年前の自分も変わりましたね成長ありがとうございます、変わりましたね。そう、なんか昨日ビンゴを見て1年前の自分、髪まだ長いしボサボサ、顔も、はいはい、はあ、まあ今はもうなんですけど、でも1年前よりはね大人になった大人になったなんか髪の毛そうねってはい、1年前もいやいや、そんなことないけど、うん、変わりましたね自分はそう思っちゃう。いつ頃から急成長したの、私急成長した、どんどんゆっくり、え、でも多分この1年間はね本当に変わった理由、変わったのは多分自信を持ったんかな、うん、1年前の自分より自信があった、これは本当の話、多分自信 ができたからかな これは一番変わった理由かな、変わった理由というか、うん、いろんなこの1年間いろんなことやって心の毛がどんどん入って、であずきんぼをすごく応援してくださってるから心はどんどん強くなっ
ってきて、自信ももっとできて、できたかな。はい。花フェスのうちがバレちゃった。はい。心の時計もどんどん増えましたね、この1年間は。そう、ザ・ダブリューの時も、そう、いろいろもっとザ・ダブリュー、そうですね、どんどん、ちょっと本当に花ベースの時間なので、もうどんどん、どんどん増やそう、かっこ笑、心の毛だね。W の会場で見たかったんです。ありがとうございます。優しい。57、そろそろ終わります。ね、もう今日の配信はめっちゃいろんな話した、雑な配信でした。もう今日はいっぱい踊ったので、髪の毛めっちゃボサボサですよ。メイクもめっちゃボロボロだから、もっと直した方がいいのにと思った今は。せっかくなんか真剣な話もしたのに。はい、ね、昨日のビンゴを見て、まあこの1年間はまあいろいろちょっと成長したかなと思った、自分で。自分がそう思ったんですけど、でもこれからのまあちゃんの成長を見守ってください。はい、じゃあほんのにそろそろ配信終わります。明日私はちょっと結構早起きかな。はい、なので配信そろそろ終わりたいと思います。まだお風呂に入ってたいし、今日はいっぱい踊って汗がびしょびしょだったんです。はい、今はもうびしょびしょじゃないですけど、はい、じゃあそろそろ終わりたいと思います。じゃあ今からランキングを読み上げますよ。風邪ひかないでね。ありがとうございます。後で配信終わったら、あ、インスタの投稿も出してないし、投稿して、そう、ツイッターのプロフィール画像も変えてお風呂入ります。じゃあ今からランキングいきますよ。ちょっと待って、どうすればいいの。あー、はい、じゃあ今からランキングいきます。13位から、13位は、13位はミッチーさんです。はい、ありがとうございます、告白いただきました。じゃあ続きます。次はリニアさんです、ありがとうございます。11位はすずかさん。え、びっくり、じゃな、そういうことが、お、びっくりした、多分、と思ったんですけど、あ、すずかさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、中央も、あ、はい、もちろんです。注文も覚えました。え、これは自分で書いた、これ自分で書いたの。
そう、半大事、半大事、半大事見たら嬉しいです。まあそうですね、半大事見たら嬉しいですけど、はい。でも中音書けるって本当にすごい。自分で書いたの？ちょっと待って、自分で書いたの？本当にすごい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きます。次は順位は加藤さんです。ありがとうございます。おめでとうもいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ続きます。次は9位はタカさんです。はい、ここはここもいただきました。もう今日だけでいっためっちゃ告白いただきました。ありがとうございます。はい、次はおまめさんです。ありがとうございます。はい、7位はよちさんです。はい、しお疲れ様。明日の仕事、明日仕事頑張ります。ちょっとめっちゃ緊張してますけどありがとうございます。じゃあ続きます。次6位はお兄ちゃんかな。これからもたくさんの熱きたちがあなたを支えます。で、ありがとうございます。ずーどずーど熱きだね、知ってるありがとうございます。もう本当に感動。じゃあ続きます。次はしきたんです。記念日おめでとう。これからずーっと応援しますよ。読めたい。でも意味してるはい、一生ってことだ。で、はい、ずっとあずきってことだね。今できることを全力で、大好きってありがとうございます。本当に優しい。障害がありがとうございます。じゃあ続きます。次4位はかなぶんさんです。バーチャルの可能性進む、道信じてます。ごめんなさい、なんか目が悪くなったかな、ちょっと見えなくなっちゃった。大好きなバーチャルをずっと応援します。記念日のを書いてるので後で見ます。優しい、ありがとうございます。もう本当に優しい。嬉しい、本当にありがとうございます。じゃあ続きます。次は3位、朝間ですね。お兄ちゃんまた増えましたあ、告白もいただきました。忘れてね、ありがとうございます。そう、毎年一緒にお祝いしましょう。そうですね、もしこの日がなかったら、みんなと出会うことができないかもしれないから、そう、3年前のこの日は私にとって本当に大切な日です。はい、じゃあ続きます。次は2位、今日はおめでとうあとまだずっと愛するよ今日は温かくしてでってね、サラヒヨー、ありがとうございます。はい、今日は温かくして寝ます。もう明日は大事な仕事もあるから、ありがとうございます。じゃあ最後1位は10位です。告白解禁、俺ピヨ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 好き来年も再来年もこれから毎年お祝いします。はい、ありがとうございます。もう、はい、もう最後と話感動したありがとうございます。うわー、本当にみんな今日はね、今日の配信でいっぱいめっちゃ前の話もしたんですけど、ありがとうございます皆さん、じゃあまた明日また会いましょうね。もう感動、今日の配信ね、ありがとうございます。
また明日私ちょっと本当に大事な仕事があるから、今日の配信はちょっと、うん、でもみんながそばにいてくれて本当にありがとうございます。はい、じゃあ今日の配信は終わりますね。本当にすいません。はい、じゃあまた明日ね。明日は22時配信できると思う。うん、じゃあまた明日見てください。いない、バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。あ、でも私後でインスタちょっと投稿するから見て寝てね。バイバーイ。